さあそれでは26番手まで目が離せません。炎のスターティンググリッドをご覧ください。さあまずは高木忠之介、今シーズン3度目のポールに見た大本命の証。1年半ぶりのポールはならず、影山雅彦はスタートにかける。三定秀俊はもはや上位グリッドの常連、速さは本物だ。中島監督にさらなるスマイル、山西浩二は2列目から。本山聡、繰り上がりの5番手はチーム今シーズンベストポジションスタート。ポイントリーダーデラロサは6位、トラブルでスペシャルステージは不発でした。女性ファンの声援を受け7番手からリーダーアキラが行く。ラルフ・ファーマン、去年のイギリス FCB チャンプ、ベストグリッドを得たり、大激戦の予選でも鈴木敏夫トップ10に食い込む安定の走り。今シーズンワーストの10番手影山弟、何思う。結果は決勝で、パフォーマンスは任せろ、種石勝人もドラマティック。ドームの脇坂11、予選は不運なクラッシュも12番手はベストです。 F1 日本股にかけ、アルゼンチンの星フォンタナきらめく。94年全日本 F3 全チャンピオンは脇坂、今シーズンはここから再登場だ。アンドリュー・ギルバート・スコットもオートテックセダから97年初出場を果たします。このレースからの新顔が並ぶ5次元2大体制、田島栄一、マーク・グーセン、ベルギーから来た国際 F3 全の実力派ドライバー、現役最年少19歳のトゥエド、デビータの国は才能がいっぱい。旭紀行、川本敦史はフォーミュラー日本2年目、ポイントゲットが目標です。ナビコネの若きスター山本克美、よみがえるかデビューイヤーの活躍ぶり。国内トップフォーミュラー3年目の近藤雅彦、また一歩ドライバーとして極める。スリランカ政府のバックアップを受け、イランタバンジェラ・バンダーラ・マダカムはフルネーム。戸田哲文はスリランカ在住に新加入の35歳です。苦戦が続く高木 B1、 福岡出身浜中哲司24番手、46歳現役最年長、おじさんの夢を叶えて山田正夫。そして最後に黒沢拓也、公式予選危険行為からタイム取り消し、逆風に臨む。